北海道オホーツク海沿岸で流氷を求め路線バスに乗ってご飯調査。すいません、こんにちは。少しちょっとお聞きしてもいいですか？ちょっとだけいいですか？いや、実は今回私ね、流氷を見に来たんですよ。流氷見たことありますか？地元に。地元に？紋別が地元なんですか？近々だといつ頃見られたんですか？下旬ぐらい見に行ったんですか？お家から見えるんですね、流氷が。じゃあ今回私が行ってどこかしらで見る可能性は、それってもう誰にも分かんないんですかね？気まぐれだから。流氷は気まぐれやから、いつ何時来るか分かんないですね。なるほど、いいですね、お家で見れるなんて。流氷は気まぐれ、風の強さや風向き、海流などで移動するそうです。朝はいたのに昼にはもういない、まさに気分次第。流氷の今日の気分はどうでしょうか？すごい風が強いから、ちょっと雪が舞ってるような感じが。わあ、あの奥の山とかめっちゃ綺麗。全然海見えてこないですね。あれ、海沿い走れますよね、このバス。降りるバス停は門脇さん次第。湧別漁協ですって。ってことは海がありますね。今のとこ見えないけど、ちょっと湧別漁協で降りてみましょうか。降ります。あんまり景色が変わってない。漁協があるのに海が見えませんね。あ、着いた。ありがとうございました。さあ降りよう。760円、ありがとうございました。よいしょ。うわ、真っ白ですね、さっきより。お、ありがとうございます。わあ、もうなんか全然建物がないところに着いちゃいましたね。わあ、風もやっぱ強い。じゃあちょっととにかく時刻表だけ確認しときましょうか。今11時48分の紋別行きに来たんですけど、わ、すごいな風が。次が13時12分。結構すぐ、1時間ちょっとになっちゃうんですね。まあでも海みたいのとお昼ご飯を探すとして1時間じゃちょっと足らないんで、まあ足らなかったら足らなかったで16時16分のバスに乗れるようにしましょうか。うわ、風が。とにかくちょっと海をさ見たいんですけど、海どこ？エンガルを出発し40分ほど、36個目のバス停、湧別漁協で下車。バス停から海まではおよそ 1.2 キロ。確かに海は見えませんよね。訪れた湧別町は漁師町。オホーツク海は国内有数のホタテの産地。そしてサロマ湖の牡蠣も有名です。海どこ？ちょっと人がいないですね、気候にも。ちょっと渡りましょうか。この漁協には、これ漁協ですよね。あ、ここにも人いるでしょ。よいしょ。撮影許可をいただき中へ。すいません、あ、すいません、ちょっとお伺いしてもいいですか？はいはい。あの海の方向を知りたくって。海はどっちに歩けばありますか？海ね、こっち側、こっち側。こっちですか？こっちで、そっちね。ありがとうございます。すいません。お邪魔しました。はい、ありがとうございます。海まで歩いて15分ほど。果たして流氷は接岸しているのでしょうか？あー、海があった。あれ見えますか？あれ絶対船の。あ、でも浮かんでなかった。浮いてる船じゃなかった。あんな、
あんな船上がってることありますか？あんな大きさの。うわー、こんなに船が近くで見ると大きいな。漁の船ですよね。ありました、見えました。もうちょっと、いや、ちょっとこれ、うわ、海まで行くのにこんなに大変な。めっちゃ沈む。よいしょ。あ、おお、海や海。あれ、なんか、あれ、ちょっと思ってる海と違う。あれ、なんじゃこれ。え、ちょっと待って、これ海ですよね。海で、奥はあれ凍ってるの。え、これ流氷ですか。なんか内側だけが海なんですけど、いや全部海なんですけど、なんか奥あれ凍ってますよね、あの色。あ、この時の双眼鏡か。こういう時の双眼鏡や。流氷、流氷、ちょっと見てみよう。見えるのはこの色変わってる濃い色のところが海で、奥は凍ってますね。本当、海って凍るんですか。どうなってんねや、これは。え、これ流氷ですか。波みたいに凍ってません。海が凍っているのか、それとも流氷なのでしょうか。え、板みたいなのが浮いてる。え、これも流氷に入りますか。これおそらく流氷とちゃいますね。あ、ここのやつが流れてきてんねや。でも理屈は一緒ですよね。理屈は一緒ですよね。凍ってる雪が固まってこう流れてるのが流氷ですもんね。謎の理屈。ちょっと薄い流氷を見つけました。はっきり言って流氷ではありません。謎すぎるんですけど、ちょっと漁協の方に行ってみましょうか。こっちかな。うわ、ちょっと深い深い、いや深い深い、いや、ちょっと抜けない。よいしょ。するとさらに、いや、何これ、なんじゃこれ、あれ、え、これどうなってんの。え、嘘でしょこれ。大変なことなってます。すごい、なんじゃこれ。こっからこっちは凍ってなくて、こっから徐々に凍り出してます。これ流氷というのか。でも流れてる氷やから、流氷は流氷なんですけどね。すごっ、あ、流れてる流れてる、どんどん流れていくってこと。大きに大変だ、これは。発見してしまったかもしれない。よし、これは写真を撮ろう。どう撮ったら綺麗かな。ちょっと自撮りしとこう。すっかり流氷を見つけたつもりの門脇さん、しばらくそのままにしておきましょう。よし、オッケー。じゃあもうちょっと海も見たし、流氷らしきものも写真に撮れたので、ちょっとお昼ご飯探しに行きたいと思います。そろそろね、行かないと。とにかく民家の方に行きます。人がいない。門脇さん、達成感いっぱいでご飯調査へ。誰も外いないですね。なんかなんとなく雪かきしてる人とかいるかなって思ってたんですけど、私今のところ犬しか会ってないです。ちょっと犬じゃなくて人に会いたいな。
大通りに出ちゃった。ちょっと渡ります。あ、ここら辺なんかお店ありそうじゃないですか。お店は人いそうですよね、さすがに。港から歩くこと20分。よいしょ。あ、食堂。もう昼ご飯時やし、ちょっとここの食堂にお食事どころリボンさんにちょっと話を聞いています。お、上りにホタテにカキとありますよ。撮影交渉お願いします。あ、すいません、あの今テレビ東京の旅番組で。大丈夫です、行きましょう。あったかい。すいません、お話聞かせていただきます。門脇かな子です。ありがとうございます。テレビ東京の旅番組で今日は流氷を見に来たんですよ。あー、なるほどね。そうなんです。ちょっとお昼こちらで食べさせていただくことっていいですか。いいですよ。おすすめは何ですか。時期的にホタテが入ってないから、はい、生ホタテが入ってないから、あの牡蠣、牡蠣ちょうど、うん、牡蠣定食みたいな感じで。じゃあ牡蠣定食ください、はい、ありがとうございます。本当に、嬉しい、よかった、ありがとうございます。流氷の確認もちょっとね、写真撮ったんで見ていただいてもいいですか。この後門脇さん、現実を知ることになるんですね。オホーツクの味が楽しめるアットホームな食堂。ご主人と息子さんの3人で切り盛りしていますが、この日はおかみさん1人でお店番。どこの牡蠣なんですか。これサロマ湖です。サロマ湖、え、わかります。うん、直接剥いてもらって仕入れてるもんですから。豊富なプランクトンを含むオホーツクの海水と北海道の大地の真水が混ざり合うサロマ湖で育つ牡蠣は濃厚でクリーミーと評判。あ、わー、ありがとうございます。あ、すごー、はい、どうぞ。牡蠣定食ですか。そうです。ありがとうございます、いただきます。やばー、美味しそう。サロマ湖で採れた牡蠣だからとっても美味しいですよ、はい、サロマ湖。こちらは長ネギ、えのき、白菜、白滝を味噌仕立てにした牡蠣鍋。つるりと口に移せば海の香りが広がります。サクサクの衣でジューシーなカキフライと蒸し牡蠣がセットになった人気の定食。じゃあ牡蠣鍋いただきます。これが見てください、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。うわー、美味しそう、たまらんな。うわ、牡蠣のいい匂い。いただきます。体冷えてるから。あ、ゆずと。うーん、うん、味が濃いですね。牡蠣のプリプリ感がすごい。うん、優しい味。あ、牡蠣からも出汁が出てて、うわ、美味しい。出汁がよう出て、これんでご飯に合う。ちょっと蒸し牡蠣もいただきます。2つも入ってる。いただきます。この優しいミルク感。磯の味もして。たまらんな。やっぱ北海道違いますね。そうです、全然違います。ちょっと止まらん、箸が止まらない門脇さん、そろそろ現実を知ってもらいましょう。
すいません、私流氷を求めてちょっとここまで来たんですけど、はい、さっき流氷かなっていうものをちょっと写真撮ったんで、ちょっと見ていただいてもいいですか。これなんですけど、港から撮ったんです。あの漁協のところから。船止まってるとこですか。あ、そうです。それは氷だと思います。ただの、ただの、これは流氷じゃなくてただの氷なんですね。でも残念、再び流氷探し。違うんですね、これ。その向こう側へ行けば流氷が見えるんですよね。あ、そうなんですか。これのもうちょっと奥ですか。そうです、展望台みたいに建物が建ってます、はいはい、そこの上の方から見たら見えるんです、流氷が、なるほど。じゃあそこに来てればそこから見えると。そうです、そうです。なるほど。港で見たのは流氷ではなく氷でした。町の展望台からなら沖の流氷が見えるかもとのこと。流氷探しの前に港町の食堂のあれも見てみたいですよね。ありがとうございました。ちなみにお昼ご飯ってどうされるんですか。3時ぐらいに。3時ぐらい、はい、お母さんにお願いがあるんですけど、はいはい、あなたのご飯見せてください。え、人がいなくって。そうなんですよ。どうしたことかと思ってた時にちょっとこちらのリボンさんにお邪魔させていただいたんですね。ああ、そうなんですか。なんでいいですか。いいですよ。 ありがとうございます。じゃあちょっとちょっとチラッと見させていただきます。そろそろお店も落ち着いた頃。お母さん、あ、もうそろそろまかないの準備ですか。そうですね。ちょっと見させていただきます。はい。今日は何ですか。はい、かき丼でもしようと思って。かき丼。ええ、あ、うわ、大きいかき。うわ、結構いっぱいですね。そうですね、盛りだくさん。この時期はかきを食べることが多いんですか。そうですね、かきはね、栄養もあるもんですからね。あのね、かきって剥くのが今時期なもんですから、はい、その時しか食べられないからね。お母さんたちもですか。そうですね。そうなんですね。それでね、なるほど。だから今みんなサロマコさんの牡蠣は4月上旬までがシーズン。持っていきましょうか、これ牡蠣。あ、すいません。はい、これね、私のタレを作りましょう。お、タレ。タレもご自分で作られるんですか。あ、お店の。ね、自分で。なるほど。かつおだしなんですよ。はい、かつおだし。そこに湧別産の玉ねぎを。でも段取りがいい。甘みがね、段取りが、玉ねぎ入れると甘みが出るんだわ。北海道の玉ねぎやから甘そう。そうですね。さらに醤油、砂糖などで味付け。はい、よかった。どんどん、うわー、もうちょうどいいですね、上がり具合すごい。これはメニューにあるんですか。このないです。あ、ないんですね。じゃあまかないだけの。そうです。仕上げに溶き卵をタレに。ちょっとだけ火入れて。そうですね、これをちょっとこうかけてっていう感じで食べますね。きたー。そうですね、こんな感じで食べます、完成ですか。完成です。完成、まかない完成、はい、美味しそう。じゃあもう、いつもみたいにもう食べてください。よろしいですか。はい、はい、ごめんなさい、ね、いえいえ、とんでもないです。どうか、あ、かき大きいな、どうですか。そうですね、この間も作ってね、はい、食べたんですよ。あ、そうなんですね。まあ、でも私、まあ、流氷を見に来たんですけど、ちなみにお母さんは流氷見たことありますか。何回か見には行ったんだけど。あ、見に行ったんですか。で、流氷が来ないとどうしても魚も取れないんだよね、あれね。流氷の下に、
あのクリオネだとか、はい、あの微生物が結構いるから、はいはい、結構あの漁師の人方も魚も取れるようになるんだけど。あ、じゃあそれを食べに魚が来るんですね。そうです、そうです。町の展望台で流氷見えるといいですね。観察してありがとうございました。気をつけてね。はい、ありがとうございます。滑るし、はい、ありがとうございます。そうや、バスの時間も気にしとかないといけないのか。3時半過ぎか。あ、あれじゃないですか、ちょっと見えてきた。あ、あれです、あの黄色とネイビーのあれや、展望台。あ、よし、あ、着いた着いた。よいしょよいしょ。誰もおれへん、貸し切りや。展望台から見る流氷が最高とのことですが、どうでしょうか。いつでも入れるんですね。あ、横か。あ、開いてるやん、よかった。しこっから外に、よいしょ。あ、まず肉眼で流氷は、北海道オホーツク海沿岸で流氷を求めて路線バスに乗ってご飯調査。あ、横か。あ、開いてるやん、よかった。町の展望台から流氷見えるかな。あ、まず肉眼で流氷は、ないのか。これはちょっとこのための双眼鏡やん。双眼鏡、おお、見える見える。おーす、流氷はない。これかなと思ったけど、あのテトラポッドが凍ってるだけでしたね。もう真っ白です、真っ白に凍ってます。あ、ないないです。え、嘘やん。あー、ないのか。ここでずっと見張っときたいけど、次のバスの時間がありますもんね。行かないと。次さ。残念ながら流氷は確認できず、バス停に戻ってきました。私だけか。やっぱ日が落ちると寒いな。どうしよっかな、この先。まあでもまだ明るいので、日はまだ落ちてないので、このままバスに乗ってちょっと海沿いを走って流氷を探したいと思います。流氷は気まぐれ、この先出会えることに期待して先へ進みます。来た来た、バス。あれや、あ、なんか柄が違う、赤になってる。お、紋別駅来た。よかった来た。なんか大きいな。お願いします。あったかい。よいしょ。あ、なんかちょっとカラフル。次どこで降りましょうかね。どうしよう、全然人に会えてないから、なんとか人に会えそうなところで降りたいですね。ただどんどん建物が少なくなってるからな、こりゃ大変やぞ。だんだんと日も傾き始め、流氷を見るには条件も悪くなってきました。牧場絶対人いるでしょ。ちょっと降りてみます。もうここしかない。ちょっとね、民家は少なそうですし、海も見えませんよ。ご飯調査も厳しそうですが、牧場で降りちゃいます。ここ、あ、着いた。さあ、ありがとうございました。よいしょよいしょよいしょ。
さあ加藤牧場前着きました。一応時刻表見ときましょうか。あれやねんな、ちょっと入ってちょっと落とし穴みたいになったら助けてくださいね。ズボって入ったら助けてください。いやよいしょ。今この16時25分の門別行きで来ました。次が19時13分に乗ります、先へ。ただちょっとここでね、とにかく人見つけて流氷のこともろもろ聞きたいので。降りたのはスタートの遠軽町から43個目のバス停、湧別町の西側に位置する集落。周辺建物はこの加藤牧場しかないですね。なんかでも電気はついてますね。あそこも電気はついてる。大きい牧場やな。誰かいないかな。あ、あっちになんか人がいそう。あ、電気ついてる。いいかな。すいません、こんにちは。突然すいません、今テレビ東京の旅番組でちょっと来てるんですけど、いいですかちょっとだけ。あのですね、今私ね、ここまでバスで来て流氷をちょっと見に来たんですよ。流氷って見れますか。ちょっと厳しいかもしれないですよ、ここからじゃ。ここって海は近いんですか。これは湖ね、湖と海で。あ、湖と海で、うん、じゃあそこから歩けば海は見れるか。いけない、いけない。あ、もうそこも行けないんですか。あ、雪がすごくて行けないんですか。途中で遭難するよね。いやいや、それは遭難はしたくないです。流氷レーダーによると小さな流氷が沖を漂流しているようですが、雪が深くて海に近づくことができません。ならば。すいません、じゃあちょっとちなみにこちらのことを聞きたいんですけど、牛たちがいっぱいいるところを見せていただきたくって。大丈夫ですか。ありがとうございます。じゃあお願いします。夜7時過ぎのバスの時間まで牧場内を案内していただけることに。すいません、大丈夫ですか。じゃあこれからいいですか。ちなみに従業員の方ですか。社長の妻。あ、奥さん。え、かわいい。え、赤ちゃん牛がいっぱいいる。一応生まれたらここに1頭ずつ入れて。え、どれぐらいまでここにいるんですか。その生まれてからすぐの子は。生まれてからすぐの子、オスだったら 2,3 週間ぐらいで、あの、売られるというか、オスは出しちゃうんですよ。で、メスだけは残していて。さらに奥には。あ、いや、かわいい。ちゃった。かわいい。この子たちは生まれて、そうですね、大体1ヶ月ぐらい。1ヶ月ぐらい。2003年に開いた加藤牧場、社長を含め5人でホルスタインばかりおよそ900頭を飼育。生まれて2年ほど経つと分娩して乳を絞ります。そうですね、小さい時は。さらに最新のロボットがあるという搾乳室に案内してくれました。あの、牛入ってきたら勝手にこれが絞ってくれるので。あ、あ、勝手にしてくれるんですね。はい。あ、来た。あ、あ、本当に動いた。牛に餌を与えている間にロボットが搾乳を始めます。乳首にレーザーを当て位置を確認。あ、本当や、すごい。あ、これで位置が分かるんですね。あとは自動的にロボットが乳搾り。あ、本当や、流れてきた。こうやってできるんや。多ければ20リットルとか。20リットル。搾乳ロボットにびっくり。するとここでさらに驚きの知らせが。牛が生まれるそうなんで。牛が生まれる。見に行きましょう。嘘でしょ。今です
か。え、嘘。牛が生まれます。北海道オホーツク海沿岸で流氷を求めて路線バスに乗ってご飯調査。牛が生まれます。え、今陣痛が来たところですか。多分もう汗が出てるんだと思う。やばいやばい。もう足が出てるとか言ってました。あの子や。頑張ってる。もうちょっとや。頑張れ。頑張ってください。この母牛は初産のため人間の手助けが必要。社長自らロープで子牛の足を引っ張ります。頑張れ。生まれました。生まれた。頑張れ頑張れ。よし、メスです。女の子です。あー、よかったね。おめでとう。女の子やって、おめでとう。このまま次はどこに持っていくんですか。持ってったら今度ね、あったかい部屋があるんですよ。あったかい部屋に。生まれた子牛は温かい牛舎へ運ばれます。入れるんですね、はい、温めます。あ、すごい湯気が出てる。まだ牛から生まれたたった一段落ですね。ねえ、本当お疲れ様でした。で、今日はいつも何時までお仕事されてるんですか。長いですよね、みんな従業員の方は大社いないんだけど、人数8時ぐらいまで。ここでバス降りたのも何かのご縁ということで。いや、ちょっとすいません、最後にもう一つお願いがありまして、あなたのご飯見せてください。はい。あ、そしたらさ、家入ってもらってさ、あのベトナムからもらったの料理出してみるわ。奥さんもしよかったら、あのベトナム、昨日ね、はい、今日かい、あの旧正月でベトナムの子、正月なのさ、はい、で今日昼間お袋と餅ついたりしてたんだ。でその子たちがね、はい、ね、なんかベトナムの料理ですっていうのをくれたのさ、はい、俺らに。あ、そうなんですか。それもベトナムの料理も出したけど、せっかくもらったんだから、バスの時間あるからさ、もう乗り遅れたら止まってかんだろ。19時、はい、もうバスの旅だからバスで帰るんだろさ。大丈夫ですかね、じゃあ。ありがとうございます。よかったですね。ご飯を見せてくれるのは加藤さんご夫婦。ご自宅は牧場内にあります。すごい立派なお家。新しいですね、去年の。去年、はい、5月に行ってきました。こちらからどうぞ。はい、お邪魔します。うわ、すごいすごい綺麗。よし、お邪魔します。はい、どうぞ。わあ、広い。え、っていうかテレビでかくないですか。めっちゃ大きい。大きい、羨ましい。で、キッチンもすごいですね。なんかすごい広い、はい、社長の。しかもこの真ん中のって結構ね、奥さん嬉しいんじゃないですか。そうですね、社長が買ってくれたんで。やっぱさすが社長ですね。新築の家にはご夫婦とご主人のお母さんが2世帯別々で暮らしています。あ、お母さんです。すいません、はい、こんばんは、門脇かな子と申します。すいません、急にお邪魔します。急な番組なんです。すいません、お邪魔します。お母さんが持ってきたのは、あ、それとじゃがいものバター煮。あ、バター煮、うわ、やっぱ北海道やから。こちらはお母さんから差し入れのじゃがいものバター煮。北あかりという品種を
バター、醤油、砂糖で煮詰めたもの。冷めても美味しいそうです。門脇さんもお手伝い。今日はなだれが奥さんと門脇さんと、ありがとうございます、すいません、あと従業員、なるほど、従業員の方も。今日は社長はもう、今日はさっき子牛が生まれたので、はいはい、ちょっと遅くなるかと思います。あ、そうなんですね。今日のメニューは何ですか？今日はサラダと、サラダと、あとお母さんが作ってくれた煮物と、はい、あとジンギスカンと、あ、ジンギスカン、はい、あとベトナム人が、はい、旧正月で、はい、ベンチューンっていう、はい、あ、これですか？はい、これもベトナム料理のようです。なんか日本のちまきみたいな、はい、あー、なるほど、包んでベトナムバージョン。奥さんは札幌から2年前に嫁いできました。こちらは北海道の定番料理、ラム肉を使ったジンギスカン。すごいもちもちしてますね、はい、なんかもち米で豚肉と、うん、スプーンで蒸したやってみたいです。私も初めて食べるんで。あ、そうなんですね、はい、ベトナム人実習生からの差し入れで、旧正月には欠かせないお祝い料理だそうです。もち米の中に緑豆のあんと豚肉を入れ、バナナの葉に似た葉っぱで包み蒸したもの。従業員の方はよく一緒にご飯食べられるんですか？でも今日はこれがあるから。あ、なるほど、はい、していただいたんですけど。よいしょ。あ、これは何ですか？これはうちで絞った牛乳です。牛乳、はい、さっき絞った時の状態のってです。そうです。あー、絞りたての牛乳。これはちょっと寒いので、はい、ホットミルクにして飲んでいただこうかなと思います。やったー、これは贅沢、絞りたての牛乳。奥様は絞りたての牛乳でシチューや豆腐なども作るそうです。今日のです。今日の絞りたての牛乳、ありがとうございます。いただきます。搾りたての牛乳、うん、甘い、優しい、なんか角がないです。めっちゃ濃いで甘いです。めっちゃ柔らかい、美味しいです。全然違う、すごい優しい味です。お疲れ様です。お疲れ様です。従業員の方も来られて、はい、お疲れ様です。こちらが本日の加藤さん家の晩御飯、差し入れもいただき豪華になりました。月に 2,3 度は食べるというジンギスカンに、お母さんからの差し入れで大根、里芋、人参が入った煮物。そしてホタテの稚貝を使った炊き込みご飯も。いただきます。いただきます。こうか、全然食べてください。すいません、じゃあこのまずベトナムの何でしたっけ、またバインチュンって、バインチュンバインチュンからいただきます。うんうん、うん、おいしい、うん、もちもちしてて、あ、このお肉がいいですね、うん、うん、おいしい、もちもちですね、もちもちですね、あとちょっとジンギスカンもいただいていいですか？どうぞ。いただきます。うん、柔らかいお肉、味付け最高です。おいしい、おいしい、柔らかい、全然臭みも気にならないですね。うーん、やっぱジンギスカンはよく食べられるんですか？食べますね。うーん、普通に食卓に並ぶんですね。美味しい、びっくりした、柔らかいんですね、こんなに、はい、美味しい、めちゃめちゃ美味しいですね、うん、今日も寒い中朝から働かれてたんですか？はい、いつも何時頃から
されてるんですか？自分は7時半、7時半、7時半ぐらいですね。奥さんも強いて言うなら何が一番大変ですか？やっぱりロボットが24時間稼働しているので、はい、そのエラーがいつ起きるかわからないのと、はい、あと牛の管理ですね。調子が悪くなったりもしますし、いつ何時何があるか。生き物とロボットの管理で忙しく、結婚式も新婚旅行もまだお預けだそうです。おばあちゃんが作ったじゃがバターもいただこう。いただきます。甘、おいしい。じゃがいもめっちゃおいしいですね。じゃがバターめちゃめちゃおいしいです。よかったです、はい、ちょっとお母さんにおいしかったとお伝えください。めっちゃおいしい、はい、すごっ、めっちゃホクホク。これ誰か電話ですか？あ、私です。あ、一回出てもらった方がいいですか？はい。牧場で緊急事態が起きたようです、はい、大丈夫ですか？あ、ちょっとロボットのエラーが、はい、起きてるんで、ちょっとそろそろいいですか？あ、本当ですか？すいません。餌を与えるロボットに不具合が生じたため、食事の途中ですが牛舎へ戻るそうです。あ、大変やな。そうや、私実は紋別まで行こうと思ったんですけど、もともと流氷を見に行きたいってことだったんですけど、流氷は見たことありますか？はい、去年主人と一緒に見に行きました。どの辺に？紋別の方に行くと、はい、ガリンコ号っていうのがありまして、はい、それに乗って流氷を見ることできます。氷の中をその船で割っていく感じですね、はい、そうなんですね、はい、なるほど。じゃあもうそれに乗れば流氷見れる？あ、見れます見れます。あ、そうなんですね。こういう赤い船みたいな、はい、ガリンコ号ですか？はい、これに乗って、かわいい、はい、でもうちょっと見れるので、はいはい、すごい。これは船から？あ、船からです。あ、こんな感じで、はい、なるほど、はい、わかりました。ありがとうございます。めちゃめちゃ有力な情報ありがとうございます。じゃあちょっとぜひ明日、はい、流氷見に行ってきます。じゃあちょっと今日はいろいろありがとうございます。突然お邪魔して、ありがとうございます。よいしょよいしょ。最後にまだお仕事中のご主人にもご挨拶へ。すいません、ありがとうございました。お邪魔しました。すいません、ちょっと失礼します。もう風に気をつけて頑張ってください、はい、ありがとうございます。すいません、見てください。はい、見に行ってきます。ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。じゃあ失礼します。ありがとうございました。乗る予定にしていたバスも出てしまいました。門脇さん、これからどうします？ちょっと明日またこの加藤牧場前からスタートして、明るい時にこの流氷を探しに行きたいと思います。もうこんな真っ暗でね、ほら雪も降ってきちゃった。ということで今日はここまでです。ありがとうございました。ロケ終了したこの時間、流氷レーダーによると、なんと紋別沖に小さな流氷が。そしていよいよ次回は、うわ、すごいすごい。路線バスはいよいよ流氷の町、終着紋別へ。ガリンコ号に乗っていざ流氷の中へ。すごい、なんか和紙みたいなのいる。でかー。